晴らしかったですよ。ありがとうございます。一番驚いたのはあの時代なんですよ。あなた、あ、絶対にシリコないのに、はい、シリコないじゃないですか生まれてもいないのに、はい、もうあそこ生きている青年で、ありがとうございます。本当監督の演出をしっかりこう丁寧に、はい、受けて、はい、本当にシューという役柄に近づけていけたなって感じてます。はい、ご自身としては内容としてどういう共感を持ちました？いや本当はまあ、恥ずかしながらこの事実を知らなかったということで、まあ、撮影を進むにつれてより理解を深めていったという感じなんですけど、本当まあ一人の人間としても役者としても知るべき事実にしっかり関われたなっていうことに本当感謝しています。まあ、お兄さんと一緒に海へ行く、はい、あそこのところがあってこそ何か深い悲しみっていうんですか、人間はあんなに楽しく生きられるのにという気持ちがありました。で、科学者たちは何かを発明すればそうなるんだよと言うんですよね。いや、今の世の中もっと平和で楽になるところが、そこには実は裏があるんですよね。はい、だから科学者が科学者だけで発明している時代は過ぎました。やはり政治とかどうしても軍隊とかに関わらざるを得なくなってきて、まあ、その悲しみをなんか忘れないようにという作品で重く感じました。いかがですか？いや本当に時代はまあそれを、まあ、悪いと思っててもやっぱり避けられなかったということで、まあ、でも今こうしてそれを後世に伝えていくということも大事だなというふうに思って、この作品の本当にこのような賞をいただけたのは本当にありがたいなと思ってます。はい、まあ、本当にこれはよく言う終戦ドラマではあったわけですけども、終戦だけじゃなくぜひごく普通にもう一度ガニ会放送していただきたいと思いますけど、これはこっちの人はイギリスじゃどこの NHK の方で言わなきゃいけない。どうも本当に素晴らしい作品ありがとうございました。おめでとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。東京ドラマアワード2021作品賞単発ドラマ部門グランプリは NHK イレブンアーツスタジオ太陽の子でした。今一度盛大な拍手をお送りください。ありがとうございます。